定済みなので、いけてると思います。私は今日ヘルメットかぶってるのは、EDF の隊員さん。あ、聞こえる？よかった。隊員さんはね、ヘルメットかぶってるから今日ヘルメットかぶってきました。頑張ります。EDF！ EDF！EDF！ 前回、最終やったメンバーだ。やっていくぞ。まだかな、まだかな。似合っているよろぞ、しくお願いしま英す。雄。孫にも衣装ってやつだな。お前になら背中をえ、預なんかれる。か、かわいいじゃん。新入り、レーションの味には慣え、れたか？なんかかわいい服着てるやん。さあ、イエスサー！イエスサー！5ヶ月戦ったが、どっか押す状況と、は悪くなるばかりだ。あ、やべえ、ちょっ隊員とごめん。任せる。このチャット意味ない。このチャット意味ないです。死んだ時はどうなった？え、それどうやんの？それどうやんの？どうやって？タブ？テレポーションシップをどう撃やっ墜するて喋る方法があの？るのか。撃墜以外は喋いりかん。たい。私も EDF 歌いたい。そうか。どこだ？あ、あれからね、ただ、あの宇宙からそ敵のが降りて方法きはまおすす。すめできません。戦術核ではちょっと待ってテレね。ポーションシップの残骸を回収できカまメせラん。の位置を下げます。そういう画問面が題見でえはなすない。ぎる。いくね。ねえ、強い、なんかその武器。どうした？そんなんだったか？テレポーションシップ強のくなってる残骸、やん。状況は変わらない。次から次へとどこ運行びくんしてだ？くる。てか隊員どっか行ったいくらね。倒しても効なんかかうねちらえ。ついていかなきゃいけなかったんじゃない？大丈夫？こっちか？戦こっち況だ！報みんな道をこっち伝えしまだ！す。怪物の投下を阻止するこったちめに、だ！あ、カーソルキー EDF では大型円盤への会話攻メ撃ニューをを選変び更。ます。損害を与えることに成功しました。戦局は好転しています。さらに EDF これはか。敵の装甲を破壊できる新型機を開発しており、完え、成も待っ間近て！とのことでなんかす。歌ってる！誰ですか？新型機による攻撃は失敗した。こういうことか。我々にできるのは怪物を倒なんすか。ことだけか。ルチ見て。この5ヶ月で人歌ってる。類は総人口の2割を失いました。我々はこれミオシャとかもやってたよね。社会システム崩壊の危機にさらされています。2割か。 DLC のやつ歌ってらっしゃる。デコイ。デコイラン、ピュアデコイランチャー。軍曹、いいね。勝算はあるのか。いいやん。全然戦う気ないやん。軍曹、チックスよ、これがホロゲーマーズのように。そう検討を入れる。なんだ。こちらアウトポジ買ョンわコンなきプリーゃ。ト。応援を送ってくれ。出てくれてもすうみ持ちたい。こたえられない。あ、これだった。半数以上がやられた。もう撤退するしかない。我らは砲兵一体。こちら全勝基地ツーシックス。円盤が押し寄せてる。出て回転送ってくれ。危険すぎます。テレポーションシーン。回転の仕方がわかんない。イエスさ、5ヶ月もの間さあ行くぞ。俺たちは戦うぞ。戦い続けてきた。来るぞ。限界だ。出てくるぞ。なんか雑魚いな。え、待って、私の武器なんか雑魚くない？あっちだ、みんなあっちだ。え、なんかお尻になんかくっついてる。もうダメだ。なんかお尻にくっついてる。おらー、敵がすぐそこまで来てるぞ。おら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 。後ろで歌ってられてる人、味方ないなってた。地球を守るんだ。ドア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 。この戦いやれ。光明が見えてきます。成功を祈ります。投敵。ほら、これはね、ゾンビゲーにね、ちょっとね、似て非なるところがあって、あの敵がいっぱい出てきて爽快っていうところがね、あの似てるかな。いけー、今行くー。なんかめっちゃ強い武器持ってないですか？そんなんだった。転送装置なのかもしれません。やるぞー、シックスのスチームハイ。本当だよ。いつになったら出るんですか、シックスは。ジム版で
エイリアンの攻撃は続いている。アビ教官すごいな。やっぱさあすべすべマンジュガニさんごめんね。今日は EDF の参加からやってますよ。エイリアンの宇宙船は攻撃を受け付けず、ああそあっちにいるアリが、うわっやばい。だが EDF は対策を講じて墜落してきた。反撃が始まるまでの間、うわ地上部隊は怪物の駆除を続け、うわ市民を守ってもらいたい。勝間さんよこそ超える、元奈さんも超える。各員の奮戦も期待する。どうやって転がるの。なんか私赤いさ、赤いやつくっついてない。いることを忘れてはならない。こっちで合ってるかな。我々のいる場所こそが最前線であり、行くね最終防衛線である。ほらほらほら、ちなみにノーマルモードですね。ノーマルでちょっとね掴んだらハード行こうかなと思ってます。我らは歩兵隊、燃えたギルト氏のタフガイだ。おらない。おら昨日のさアークにめっちゃ似てるね。横移動ジャンプを入れるとわかる。世界中にデータを送信します。ありがとう。戦いながら教えてくれてる。ありがとう師匠。あらー、我らは歩兵隊、燃えたギルト氏のタフガイだ。ペイほら殺せ、ほら地球の平和を守るんじゃ。なんかね今日はですね、わりかしお仕事お休みされてる方がいて、その方のやつをね引き継いでいろいろやってたんだけど、この2日間、そこそこに大変で慣れない業務で、かなりちょっといつも暇すぎるからなんですけど、ちょっとねフラストレーションが溜まっていますので、こういうゲームでねこうやって発散させていくしかないんだな。おっちょっと待って、こっちか、こっちの敵はほら、フラストレーションはこうやって TPS で発散させていく。ちなみに私はFPS より TPS 派ですね。なぜならば視界が広いから。なんかそういうアンチャーテッドとかさ、ラスアスとかさ、そういう系のゲームをさ結構やってきているので、TPS の方が慣れてるんですよね。こっちか、こっちだ。ほら辻さんめっちゃやっつけてないかい。そんな、いやそんな、私が半年やらない間にみんな強強になってる。エアレーダーのバフ兵器、お尻についてるやつ。落ち着け、行くで。これをねアホのエルボーでね誘ってんのよ。そのうち一緒やりましょうっつって、ホロライブでそのミオシャとかがさ、ミコチとか呼んでやってんのを見ててさ、めっちゃ楽しそうだったから、私も友達とやりたいと思って。ちなみにね、クスガイファミリーでもやれるようにやりたいって言ってね、みんなにゲーム買ってもらったんだけど、結局時間がなくてやれてないんだよね。左を警戒、はい、やるぜ、やったんで、イエサ。なんか歌ってる。撃っちゃダメみたいです。デコイは。痛い。何すんねんって言われちゃった。デコイは撃ってはならぬ。トラさんよこそ超える。今日は EDF だよ。新しいもようこそ超える。もし EDF やってる人がいたらご参加ください。やってない人もよかったらご興味があったらぜひ。
ほらー、イエスだ。ダダダーダダー、でこいでこい、行くぜ。ちなみにエーペックス FPS あるじゃん、あれとかもさ、ボケチとかに教えてもらってさ、やったことはあるんだけど、あれ以来だね。普通そう、おるやん、いるよ、中にいるよ、ぜひ。ほらほらやるね。結構ね、あのリロードもあるんですよ。弾はまあ無限なんで、え、無限でしたっけ、無限なんで、あの爽快に打てるのがいいところかな。まさみさん、いいこと超える。今日は EDM だよ。うわ、日頃のね鬱憤やストレスをねぶつけていくわけよ。じゃあ、もうすぐ戦闘になるぞ。よっしゃ、いよいよですね。強いな。おあ、前さハードとかチャレンジしたらさ、ダメダメでさ、有識者に気が車に乗って助けてくれたんだよね。え、もしかして神野さん、あのロボットに乗ってらっしゃる？マジか、ロボット乗ってんの。ほらー、いけー、撃てー。エルチいつからこんじゃん。違う、これは EDF の帽子のつもりでかぶってんね。めっちゃ探した今日も素材を。 EDF、 あ、これ押すとこれが出るわ。あげてよ、おさねんねねねねねね。ほら、しれ。エルチもロボット乗れる、え、そうなの？私もロボット乗れるの？新しいビークルを持って。さすがですね。知らんかった。覚えておきます。そうなんだ。乗れるんだ。怪物を駆除するぞ。じゃあ。あの女になりたいとは思ってる、あの空を飛ぶ女になりたいとは思っているが、初心者だから、あのまだまだね、普通の乗っていいですよ。なんだって、エルチ行きます。どこだどこだ、あ、こっちか。エルチ行きます、ありがとうございます。これ、工場ボタン来た。あ、動く、こいつ動くぞ。だって敵ないんだが。ちょっと待って。乗った瞬間終わっちゃった。乗った瞬間終わっちゃったよ。ありがとうございます、ありがとうございます。やりました。こうさ、強い武器に交換したいな。終わっちゃったんだが、乗った瞬間。お、ありがとう。概要欄に書いてるんですけど、なんか参加者多かった場合、一回抜けてもう一回入り直すみたいな。でも空いてたら連続で全然入って大丈夫なので、気にせずやってくださいね。え、ちょっとだけ兵器選ばせてもらっていいですか？何、武器ってどうやって選ぶの？ここか？ようこそ、マイニューさん超える、紫色さんも超える、地球を救う姿を見に参りま、見守りに来ました、ありがとうございます。お前の笑顔は俺が守るや。メバ10ヶ月マイニューさん、ありがとう。え、ちょっと有識者の方、少しアドバイスもらっていいですか？パッと見で、あ、ちょっと待ってね、レベルがいいやつがいいんだよね、確か。まずね、で、星がいいやつもいいんだよね。ってことはこれか？フルオートマチックショットガンか。スナイパーライフル。うわぁ。うわぁ。
なんだっけ、ダダ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 ダってやつが好きなのよ。アサルト。やだもん。やってみようかな、ショットガンも。フルオートマチックショットガンもね。武器2が、これ、グレネードですね。初見の方も来てくれ、ぜひ。初見さんもお待ちしております。なんか私のチャンネル、多分初見さんが滅んだ世界だと思うの。いつの間にか10ヶ月ありがとうございます。赤い文字は、あ、赤い文字選べないの？あ、レベルが足りないのかな、赤い文字は。そうなんだ。これにしよう。ゾンビしかいないってこと、滅んじゃったからね。なんならお亡くなりになったら入れるかもしれない。赤文字は選べない。加賀さん、はい、ウェルカーム。EDM、他に入られたい方がおらっしゃったら、加賀さん、ちょっと待ってね。真剣に役に立ちたいと思ってるんですね。見たことないな。なんかこれにしようかな。うん、大丈夫です。そしてファースト遅れてありがとう。明日の開封配信ありますのでお楽しみに。それではエルチ隊員も OK です。もえどうする。 ありがとうございます。ナミルさん、ありがとうございます。それでは出撃も、あ、どうしようかな。あ、違う、ごめん、ミッション選択できてなかった。ミッション選択、次13だね。で、これさ、ハードきついかな。ハードきついですかね。ちょっとハードでやってみていいですか。私死にそうなやつ、死にゲー好きなんで、ちょっとハードでやらせていただきます。ではよろしくお願いします。レベル上限があるんだ、持てるものに。行きましょう。ね、みんなさ、アーマーってさ、やればやるだけ強くなるんですか？私のアーマー弱くないですか？待って。2万。あ、初見です。よろしくお願いします。トゥサ02233さん、よろしくお願いします。ラミルさん、よろしくお願いします。私、EDF、まだ6時間ぐらいしかやったことない、かなり、下手っぴーですけども、ぜひ、よろしくお願いします。画面が細かすぎて、わからねえ。ミッションは自動で釣りします。あ、そうなんだ。OK。準備ができたら OK マークを押してくれたら行くぞ。さあ、いざ参る。あ、拾ってれば、あ、アーマーを拾えばいいのか。わかった。ぜひ楽しんでってください。私のチャンネルはとてもとても初めて来てくださる方が貴重なので、みんな優しいので、よかったらどうもバーチャルゾンビハンターのニーナイル、よろしくお願いします。来週、再来週あたりにゾンビゲーやりたいですね。バイオハザード RE4 とかやりたいですね。楽しみです。赤い箱を拾うのね。わかった。ジンロさんの体力は人外レベルになっている。わかった。誰かが拾ってくれれば、じわじわが拾える。あ、そうなんだ。よし、行くぞ。民間人を守れ。ほら、怪物を駆除する。ほら、勇気を見せろ。こっちか。怪物はアルファ、行くぜ。我々の敵ではありません。勝つぞ。ハードだから結構ぼっちになると大変のやつね。ほら、行くぞ。こっちだ。行け。
アーマーヒロアーマーヒロアーマーヒロいけほらショットガンって言ってるけどかなり打てますね。オートなんでセミオートなんでいいぞみんな。どうした大丈夫か女駆除しないと被害者が出るぞ拾うぞシーリーしっかりついてこい。はい敵が攻撃を開始しました。はい中から怪物です。まだ有効穴を掘って地中に隠れていたようです。こっちかこっちですね。地中に潜れるなんて目標今行きます今行きます駆除するぞ。の中に来なさいですね。比重走者シーリー行きます。我らは歩兵隊燃えたぎる都市のタフダンだ。よし君はごついね。ごつい服を着ているね。どこだ赤いのはね敵なんですけど見に行きましょう。すごい転がってる走る。105ミリ砲ファイヤー。おい攻撃完了だ。地上部隊なるほど戦闘を続行されます。行くぜこっちだ走れこちら走れルチー。地上部隊のお尻のアップだ。そこら中から悲鳴が。武器を決めた上で難易度上げたからちょっときつい。あこちらになるほど頑張る頑張るよ。戦争なんだよほらどこやれましたか。よし行くぞ全ての怪物を駆除する。ありがとう。なんとかしろ。民間人を守れ。よし敵来てる敵来てる。左上の地図の赤いやつが敵ですね。ありがとう。なんか絞られている。ありがとう。の残骸を回収したことで。おあっちだな。破壊する方法が。マイク。ビークルを運搬中。ほら。レイロー。硬いのかちょっと硬いのか敵が。新たにニューヨークで2機やるぞロンドンで3機のテレポーションシップを撃墜。我々は戦いの主導権を取り戻しつつあります。そんな簡単な相手ではない。すごい敵の攻撃を妨害しただけだ。ゆるさんすごいな。ロディさん山さんもやる。実は我々もそう考えています。我らは砲兵隊敵がプラン B を実行するまで多少の時間があるはずです。強い。でもこの間まずハードでさきつくて大変なことになりましたよね。我々もここで勝利する。いいぞ頑張れ。ライフ大丈夫か。この赤いのなんか硬い。いや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 頑張れみんな。ナイスだ。ようこそパエル。今日は地球を守ってみます。総司令官赤いアリちょっと硬いですね。出現した飛行物体の中後ろにいる赤いアリだ。わわ大丈夫か。ラミレさん大丈夫 から落ちてくると今行く。この船から脱出されている。我々はこの船をマザーシップと命名した。マザーシップの撃沈こそ。赤い槍硬いね。最終目標である。よしよし。あのバカでかいやつの。赤い槍硬いぞ。あれを破壊すれば、ほらほらほら、おしまいってわけか。ほら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 。敵の母船が分かっているなら、撃沈すればいい。勝ち目はある。硬い。赤い槍が硬い。なお、確認されたマザーシップの数は10隻。おお。世界各地に分散し、飛べない。射出し続けている。
我々は10隻のマザーシップを撃沈しなければならない。殺せ。ナイス。目標、あんなのが10隻もいるのかよ。ありだ。いくら空軍でも10隻も落とせるかどうか。むずいぞ。赤い槍危ねえな。赤い槍、おりゃ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 。空軍やば、空軍やば。いけー。あ、知るかも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 。拾え、ライフを拾え、ライフを。どこだライフ。ノイ、新しいビークルを持ってきた。ほらこれがハードだ。うわー痛い。死んだ。助けてくれ助けてくれ助けてくれ。ファミレさんようこそ、こんばんは。助けてくれ。ありがとう。初心者、初心者隊員です。よろしくお願いします。EDF上空で指示を出す。やる気はあるんよ、やる気は。機銃掃射開始。確実に殺していきましょう。うわ広い広い。大丈夫か中だ。目標地点に命中。役に立ったようだな。機関砲ファイヤー。まあ、出ない方がいいのかな。おらー、オートタレットが105ミリ砲ファイヤー。てやファイヤー。助けてくれ。おらー、いけー。どうだ、敵は吹っ飛んだか。おらー、かっこいい。メックみたいなやつがいる。ガンダム。こちら攻撃、攻撃態勢に入った。いいぞ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 、強いぞ。我らは砲兵隊、燃えたぎる闘志のタフライダー。ちょっと音痴ですね。どうですか皆さん、 EDF というゲームは楽しいでしょう。テクニックを見せてやる。いいね。何これ、前期突入。これがあれ、あのオートタレットか、もしかしてオートタレット置いてくれてんのか。 EDF 我らは砲兵隊。ちょちょちょ、あ、誰が。いやーやっぱちょっと硬いですね。うわ、赤いっぱい来たよ。やばいの来たよ。怪物は穴を掘って移動していたのか。行きますよ。ドゥン、はい、ドゥンドゥンドゥン。うわうわうわ、すごい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 。我々は君の頭上にいる。すごい、空からの攻撃すごい。マザーシップが欧州に当たりました。市街地上空で静止しているようです。負けんねえ。何か始めるつもりか。うそ、我々はこれをチャンスと捉えています。お願いします。最後の声で、マザーシップへの攻撃作戦を立案中です。 EDF そのうち6もやりましょうね。6持ってるよって人どれぐらいいますか。6の場合プレステ5にか、4になるかと思うんですけれども。 EDF いいぞー。超えるようこそ。ミツロさんも超える。あ、持ってる、6持ってる。あとは自分で何とかしろ。いいね。パソコンで友達とかやるときは5になると思うんだけど、参加型なら6でもありなのかなと。ですが、地上から接近することでマザーシップにダメージを与えられる可能性があります。いいね。十分に撃った、満足だ。ナイス、かっこいい。ガンダムやん。あ、ガンキャノンやん。もうそれは
燃え上空で指示を待つ。よっしゃ、ナイス、いいぞー、私役に立ってるか。射撃完了。エルツのその安全棒、竜ごと口にも出てくる。そうなんだ、建設会社があると聞いている。こちら孤独の2もやらなければならない。ナイス、すごい、みんなハードなのにもかかわらず安定して強かったです。ありがとうございます、素晴らしい、いいぞ。パチ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 、ミッションは勝手に選択されるということでやりましたね。どんどん強くなってる。